続いてはね、はい、おいでよおいでおいで村でございます。おいで村に住むあなたのプロフィールね、皆さんの生活を教えていただいております。はい、これなかなかこれ番組タイトルならないだろう。おいでよおいでおいで村って言ったらおいで一個おいだろうってなるだろう、ね、なるプロデューサーとかそうでしょうね。おいでよおいで村でいいんじゃないかもう一個でいいんじゃないか、おいで村で、おいで村でいいんじゃないかってなる。いやそれでもま違います。おいでよおいでおいで村にしたいんですなんで理由聞くなよ五感とか感性とかだろう。そうだよね。なんでって聞く人って俺嫌いなんだ。そう。どこが面白いんですかとかさ。ああ。え、これどこ笑いのポイント、どこで笑うのとかさ。ネタ見せとかでもさ、作家でさ、え、これは、何が言いたいのとか。ああ。クズかよ。お笑いってそんなもんじゃないだろう。ああ、そうですね。バカじゃない。どんな感覚でやってんだよって思うね。別に俺が実害受けたわけじゃないんだけど、まあね、全く自由にやらせていただいておりますけど、うん、ラジオネーム川柳シャリドス誰のこと有吉のことだと思うんですけどちょっとすみません、初心者にはちょっと難しいかもしれません。最初の名前のなんとかっていうのは多分有吉って呼びかけてますから。なるほど、あんまり気にしないから。シャリドスヤンズだでもズグ出して仕事してっか。うちは村で唯一の写真屋だす。七五三から結婚式まで村人の門出の写真は全部うちで撮ってんだす。50年で溜まった全部の写真のデータはな、小学生、女子大生って具合にアルバムで仕分けててな、特に大事な女子高生のアルバムは大切に枕元さんに置いて、毎晩欠かさず保存状態確認してるんだす。卒業シーズン制服さ着た卒業式の写真はぜひうちの写真においでる。ほんじゃばねー。いや、鉛中心になってて内容がめちゃめちゃないじゃないか。スイングガールズの映画に出てくる女の子たち、ダズーっていうね。ああ、そうなんですか。可愛いね、あの子たち。どこの人か知らないですけど。地域はね、ちょっとあれですけど。ラジオネーム幸せくん、おーいマラヨシさん安田俺は名前だ。体壊してねえか。オラはおいで村の自治体でふるさとの納税を管理してるもんだ。おいで村の特産品はすごいんだ。村一番の美女たちに協力してもらって作った飲みかけのおいで村ジュースとかボロボロになるまで履いたおいで村パンティー、使い古しのおいで村歯ブラシとかいろいろ揃えてんだ。中でも人気なのはな、陰毛をかき集めて作ったおいで村筆だぞ。毛の部分が縮れてるからものすげえかけにくいんだけど、どんどん発注が来るんだ。マラヨシさんも欲しいと思うから特注の切り箱に入れて送っとくなぁ、まだなぁ。鉛に任せてひどいことばっかり言ってる。ラジオネームミスター納豆丸。有吉村長わて、おいで村の交番で巡査をやってるものでごわす。わてらは交番では落とし物を預かっておるんでごわすが。最近おなごのパンティーが落とし物にあるか尋ねてくる村人が多いんでごわす。決まってそいつらは裸でチンポコが上を向いとるでごわす。チンポコの皮は向いてないでごわすがな。ほんで裸なもんだから毎回逮捕しなきゃいけないけ大変でごわす。なんとか村長が村人に裸で交番に来るのはやめてもらおうよ言ってもらいたいでごわす。よろしくお願いごわす。いや、鉛強すぎて内容入ってこないよ。しょうがないけどね。みんな鉛ってんだから。内容ネーム 54%。有吉さーん鉛ってないね。村で文房具屋をやってるよ。全然売れないから店の商品を順番にアナルに入れて時間潰してるよ。何してんの。はじめはペンしか入れなかったんだけど今は筆箱まで入るようになったんだ。布の筆箱なら中身を変えれば入れた時の感触が変わって一生遊べるよ。有吉さんも筆箱買いにぜひ来てね、待ってるよ。都会から来た人だからちょっとおしゃれでやってるからね。都会からの村に移住してって。そうなんだ。ラジオネームタイガーパカット。おーい
フェルナンドスめちゃくちゃじゃねえよ。オラは村で包茎手術専門の医者やっとるもんだけどよ、手術方法は昔ながらのやり方でよ、皮引っ張ってハサミで貯金、仕上げに口に含んだ酒ぶっかけてよしだわ。安田もどうせ包茎だろうから、うちの病院来たら特別に多めにカットしてやっからよ。あと副業で切り取ったチンコの皮、カラッと高温の油で揚げた皮の変わり揚げ直売しとるよ。ご当地 B 級グルメとして注目浴びとるでさ、一遍食べてちょうだいよ、待っとるぞ。よかったね。よかったでしょ。カラッと揚げてくれるんですね。以上、おいでおいでおいで村でした。はい。